2対1といいうう結果振り返ってくださいそうです、ね、まあ後半立ち上がりにちょっと点に入れられてしまって、えー、ゲームプラン的にはちょっと崩れてしまったんですけどうーん最初に 3−0 で負けた試合よりは、まあ、球際のところだったりっていうのは、まあ、チームとしてすごく良くなったところかなとは思いますけどやっぱりこう J リーグ首位のチームにはねやっぱまだまだ力が足りてないのかなっていうのも感じたんで。 うんまあ、残り3試合で自分たちで残留を決める権利があるんでねそこはしっかり次につなげたいなと思いますただセットプレーから投入直後のファーストタッチで一矢報いましたあのででしょうそうですねこぼれてこいって思っててちょっとこう最初のステップが詰まったんで、まあ今日ミートさせることを意識して、まあ、うまく入ってくれたなと思いますでは残り3試合抱負をお願いします。 そうです、ねまあ、本当に残留が目標でね、えー、自分たちの力でここまで来れてるんでしっかり次、エスパルスと直接対決なんでしっかり勝ち点を取って残留を決めたいいなと思います。ありがとうございました。